俺の 5K タイムトライアルの後半戦ということで、12速を全力で走ってみて、TT やってどういう感想を得るかっていうのをやってみたかったんですよね。総合スコアはこれが良かったんですよ。安定した姿勢が100出ました。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます、はい、お願いします、はい、今日は俺のでいくんですね。俺のです、はいはい、俺の 5K タイムトライアルの後半戦ということで、はい、どのシューズを履いてどんな感じだったのかというお話を、ね、聞いていきたいなと思います。前半戦もやってますので、はい、ぜひそちらも気になる方はチェックしていただきたいですが、はい、まあ、ここから見た方のために簡単にお説明をしていきたいと思いますが、はい、俺の 5K タイムトライアルって一体何ですか、はい、いつものコースで同じコースで走ってるコースをレース会場にするってコンセプトで、はい、思いのウェブの方に YouTube の、ね、方にしてもらおうかなと思って始めたんですけど、はい、トイレも混まないし、スタートラインも勝手な時間に行けばいいし、ね、もう並ぶのも時間もうギリギリに行って、うん、行ってスタートするだけなんで、はい、まあ、ストレスがないんで、まあ、ぜひこういうのどうですかって提案と提案、はい、12速を全力で走ってみて、はい、どういう感想を得るかってのをやってみたかったんですよね。はい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 、あの、まあ、それは後でお話しするんですけど、はい、全力レビューでならではの、なるほど、だから僕のため、あとは皆さんにもこういういつものコースがレース会場になるみたいなので、新しい楽しみ方、そうそう、楽しみ方、大人の遊び方ですね、はい、そういうことです、はい、でランメトリックスをつけていただいて、はい、数字を計測するっていうのを ね、はい、やっているので、その定性面だけではなくて定量面でもフィードバックできたらなと、そんな回です、回です、はい、で後半の6速を話していきますということ で、はい、でね、じゃあ早速ちょっと私の方から一気にいっちゃいますね、はい、いっちゃいました、はい、7戦目使われたのがこちらですね、プーマのファストR2 とのエリート2、はい、そして8戦目使われたのがホカのシエロ X1、 そして9戦目使われたのがアンダーアーマーの UA ベロシーエリート2ですね、そして10戦目に使われたのがアルトラの、バニッシュカーボン2、ね、はい、そして11戦目使われたのがブレックスのハイペリオンエリート4ですね、そして最終戦12戦目に使われたのがアディアスのアディゼロ匠戦10ということで、いいシューズばっかり並んでますが、 それぞれどうだったという話ですね。あ、ごめんなさい、タイムを言ってなかったですね。7戦目、プーマのファストアルニトレイ2は16分33です。こちらほかシエロ X1 は16分34、近いですね、近いんですよ、はい、そして UA のエリート2は16分42、そして10戦目アルトラは16分48、ルクスエハイペリオンエリート4は16分38、そして匠戦10が16分50秒ということで、はい、まあまあでも皆さんね、近い範囲で、もう大体もう20秒以内ですよね、全部がね、そうですね、20秒以内になってますね、まあ実際のタイムとコンディションもありますからね、そうなんです、これ多分一番早く走れたと思うんですけど、カーブコンディションは最悪だったんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、暑くて風がちょっとうまくいかなくて逆走したりして、はいはい、上り坂になっちゃったんですよ、はいはいはい、実際のタイムはご紹介していただいた通りなんですけど、はい、これとあの総合スコアが総合スコア一緒にセットで、あ、実はあの総合スコアはこれが良かったんですよ、87、これ最高得点なんですよ、 87? めちゃめちゃ高いですね、そうなんですよ、ちなみにそれで驚かないですよ、これ安定した姿勢が100出ました、はい、一瞬ですけど、でも選手あの、うん、ラメトリックさんに聞いたら、はい、97とか96とかっていう総合得点の選手を見たことあるって言ってました、でも僕はだからこれ あれですよ、ラップの安定した姿勢が100が1回でも一瞬出たところですね、はい、1キロのラップで100、これもあの85だったかな、全体的にスコアばらつきあるんですけど、はい、こういうね柔らかいシューズは、はい、負担の少ない着地みたいなのがちょっとスコアが低くて3点が下がりがちなんですよ、はい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 、前半の声もそうです、そこそこそこ、はい、なるほどね、スコア下がりがちなんですけどタイムがいいんですよね、柔らかいですもんね、うん、シエロ特に柔らかいですね、そうですね、うん、だからこうどなたでも使えるとかあの距離によってっていうのはちょっと変わってくるんですけど、面白い、はい、まあ、いずれにしても20秒以内ですから、ね、まあ、要はあまり変わらないので足のサイズで選ぶって方法もあるでしょうし、この辺とかなんて前広いからサイズが合わないって人はこういうのでもいいでしょうし、はい、まああのブルックス好きだからちょっとこれもいいですし、うんうん、最後エボワンで行く手のもうショート動画流しまくってエボワンじゃないかと思ってたんでしょうね、って言いながらもう深読みしてる人はプロ3だろうと、はいはいはい、でまあ5キロといえば1000だと思って、確かにそうですよね、そう、
まあ、ちょっとやっぱり線は自脚力がいるなってさ、うん、あと最後だったんで、はい、力が出なかったですね。もうなんかもう12戦やってます。これ何週間でやりましたか？これ2ヶ月2ヶ月ですね、うん、全部でね、はい、ほぼ毎週、うん、毎週以上ですね。かもしれない。2回か3回やってる時もそうですよね。そう疲れますわ。そうで、まあやっぱりびっくりしたのはこの辺じゃないかな。あ、まあこれもびっくりしたんですけど、この辺で、はい、この3つなんかはね、その心は一般的なスーパーシューズって、ね、はい、はい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 、ボーン入れないで何のこれ入れんだみたいなとか、なるほど、ロケットはとかいろいろ聞かれたんですけど、なるほどなるほど、まあ変わらないよってこのブランドさんにね、まあ忖度するわけじゃないんですけど、はい、変わらないよっていうのを証明したいなと思って。確かに、ね、レーシングシューズまだまだね、アンダーアーマーさんこれからって感じだと思います。いますし、アルトラえレーシング出てんのみたいな方も全然いらっしゃると思うので、うん、確かにそう、うん、これ2なんですよね、はい、これも2ですけど、やっぱりこうアップデートしてきてどんどん変わらなくなってますね、うん。前作はやっぱりちょっと物足りなさもありましたけど、はい、テンポアップで使うのかなと思って、これは信用が必要な人にとっては本当スーパーシューズになるんですね。36mm 全部最初から最後まで36mm、 そうそう、だから薄底がこれが厚くなった感じです。こっちより厚いんで、あ、なるほど。でプレートが入っててちょっとこうしなるプレートを使うっていうのも特徴なんです、プレート入っててしなるって珍しいですね。もう早く走れるから、創業者の一人のブライアン・ベクステッドさんに、はい、まあ、来てた来日してて聞いたんですよ、うんうんうん、アフリカのランナーが履いたらどういうことが起きますかね、うん、聞いたら彼は健康になるだろうって要はやっぱり相手って怪我をしないところからスタートしてる、そういうことですね。コンセプトがぶれないですね、はい、でもねやっぱり速く走れます、うん、こちらも向こうのねレビューアーからするとハイプリオリソールが物足りないっていうことで、ほうほう、なんでペーパーを使わないの、これだけペーパーを使ってなくて、そっか、唯一ペーパーじゃない、はいはい、ですけどね、うん、もうこの辺からレーサーが引っ張ってくれてたんですよ。おお、なるほど。でここなんかは平塚の高岡昌司君とか引っ張ってくれてこの時は佐久間さん引っ張ってくれたのが、うちのメンバーですね。ここは最初の3キロから次の3キロもう1人でもうキムチョゲ方式で引っ張ってくれて、おお、すごい。でだいぶきつくなってきたんですけど、これだと跳ねすぎて、跳ねすぎる、あまり結果が上に飛んでしまうようなランナー、この時ペーサーしてくれた子もこれ履いたんですけど、うん、彼そっちの方が良かったです。ああ、そうなんですね。意外と、うん、なるほどなるほど。あの箱根も出てるんですけど、ね、東海大の後輩で、こちらの方がなんか設置が、まあ、要はバウンドにこう、うん、パーンって彼はすごいこう箱根ランナーっぽく跳ねて走るんですけど、こっちだと跳ねすぎてる感じ、気持ちいいらしいんですけど、そうですね、確かに確かにフォームによりますよね。 その人の癖とかね、接地感がすごくあって、こちらも総合得点が全体的にバランスが良かったです。あ、そうですか、はい、ベロシティはすごく印象が違いました。まあ、おめさんももしかしたら全力レビューすると感触違うと思うんですけど、そっか、フルマラソンとかは履いてるんですけど、そう5キロ PT とかは履いてないです。これね、やっぱりね、潰し方、要は自分の力の入れ方でこう印象が変わります。あ、そうですか、うん、ちょっとスレショのペースぐらい3分30ぐらいではよく走ってたんですけど、はい、ちょっと物足りないなって気持ちがあったんで、この辺と比べるとやばいなと思ってたんでペーサー入れたんですけど、はい、もう 100m で大丈夫と思いました。走って、だから3分半とあれだけど3分じゃ20秒ぐらいだと、そう、3分20秒切って入ったら、はいはい、ポーンってこう踏んでいく感じの復元力が、だから要は潰せば潰すほど返ってくるんで、だからエリート2ってすごい優秀だなと思って、その市民ランナーの3時間半ぐらいの出してる方はそれなりにこう跳ね返ってきて、もう思いっきり行こうとするとまたかなり潰れてポンと遠くわけですね、な感じでした。へえ、面白い。なるほど。この辺りの方がちょっとこう使う人によるかなっていう感じですね。反発強いんだけど、この2人は暴れますよね。跳ねますよね本当に。これなんかもう本当ロイター版ずっと踏んでる感じでしたね。そうだから、ニトロエリート2とかは400とかでもめちゃくちゃ走れますもんね。でも本当はこれが多分一番、もしかしたらスカイの記録破ろうと思って、はい、この2つで破ろうと思って行こうと思ったんですけど、条件が悪くて、ちょっとこの2つコンディションが暑くて、で風もこちらは悪くて、最後上りっていうようなコンディションになっちゃったんですけど、それは早いです、にしては早いですね。やっぱりもうすごいいいかなと思いました。いずれにしても、まあ、語れば語れるんですけど、はい、変わんないんですよ。ぜひ足型とか自分の感触を信じていただいて、その自分が一緒に練習してるランナーがね、うん、他のシューズ履いてても、うん、その人と足型違うし、そうですね、課題も違うんで、そうですね、あとは走る距離によっては、はい、全然こういうのもネガティブではなくて、5キロぐらいだったら僕と同じように履けるランナーいっぱいいると思いますし、うん、履いてみたいなという人は履けばいいと思う、うん、ファンの要素もありますからね、5キロだったら。そうですね、だってやっぱりランメトリックスをこういう
ふうに使うっていうのはカシオさんも想定してない話だったんですけど、やっぱりね CSV ファイルで出すとパソコンで出せるんですけど、出すともうラップ勝手に取ってくれてるんですよ。そうですね、うん、そういう意味では見やすいし、あとね課題がそれぞれ力強い動きっていうのが意外と一番出なくて、僕は安定した姿勢がずっといいんですよ。じゃあそれはあんまりこうやらなくてもいいかなと思うんですけど、力強い動きだと身長比のストライドとかですよね、うん、あと着地のスティフネスのようなところもちょっと必要なんですよね。だからドリルでねスキップするとかバウンディングするとかして本来のねランメトリクスの使い方の部分もできるし、同じシーズンで違いが出てくかっていう、そのトレーニングの効果が出るかって見方もできるし、そこから改善点を見つけるってこともできる、変えていくっていう見方もできる。そう、面白いですね。だからある程度そこに課題が出てるので、はい、合わせるって言って嫌がる人多いかもしれないですけど、もしかしたらその自分のこう感触がいいっていうフィーリングと数字は違う可能性もあるので、うんうんうん、そこを合わせていって、あ、じゃあこれ走ってみようかなって思う目安にしてもらえばいいんじゃないですか。そうですね、うん、確かにタイムトライアル絶対いいと思うんですよね、ランメトリックスで、ね、面白いですね。もう提案してるんですけど、はい、あの こういうね、もうちょっと言ったら怒られるかもしれないですけど、はいはい、ガーミンと連動してないので、はいはいはい、ちっちゃいなんかカシオのこういうランメトリックス操作用の時計作りましょうよ、バンドバンド。いやちょっとね、アプリでできますからね。そう、アプリこれ持たなきゃいけないからね。あとはアプローチができますね。アプローチはできます、ね、ということで今回は俺の 5K タイムトライアル後半戦総括ということで、はい、あ、面白い試算ぜひいろんなの入ってください、はい、前半戦もねありますので、はい、申し上げましたがぜひチェックしていただければと思います、ね、何より藤原さん12戦お疲れ様でございました、はいはい、またやろうかなと思ってます。すごい、ご一緒したい方はぜひコメント欄にコメントいただければと思いますということで、この動画が面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。藤原さんお疲れ様という方はチャンネル登録をお願いいたします。そうです、はい、コメントもお待ちしてますのでどうぞお寄せください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。